4人の女神の力によって平和が保たれている楽園、それがパラダイス。この楽園には不思議な力を持つアイテムがあり、4人の女神の力はこのアイテムによって生み出されているのです。アイテムの名前は女神水晶球、略してメガ球。今このメガ球、ここだけの話、なんか変な名前ですよね。をめぐって、そりゃあもう見たこともないようなドッタバタのはっちゃめちゃな戦いが始まろうとしているのです。てな感じで女神パラダイスが始まるよ。闇メガシスターズよ、我が一族が再び地上界に復活するため、4つのメガ球をセイント女神学園から奪ってくるのです。これがメガ球ね。この4つのメガ球があれば、私たちの偉大なる母、闇ママ様が復活し、パラダイスを征服できるのね。そうなれば、好きなものも食べ放題。男はみんな私の奴隷。おぉはい、わぁ、綺麗なボールが4つもある。そうだ、私のボールと取り替えっこしちゃおう。ラッキー。何よ、あのバカそうな子は。よりによって私が狙っていたメガキを持っていっちゃうなんて。なんとかして取り返さなきゃ。